いよいよ後半戦です。後半戦ね。始まります。始まるね、カープ。今5位、4位と1ゲーム差かぐらいだよね、はい、8月13日から阪神との3連戦が始まりますね、うんうん、コロナに負けない、プレイボール、やった、バイバイ。始まるね、はい、うん、まあオリンピックでですね、森下選手、うん、栗林選手、鈴木誠也選手、はい、菊池選手がね、はい、4人ね、はあ、大活躍でしたけどね、まあね、はい、あの仕事はしたよね。そうですね、このピッチャー2人はね、森下君とね、うん、栗林選手はもうこのまんまよね。そうですね、もうそのまんま行くね、行きますね、うん、あとだから後半戦、はい、ちらっと言ったけど、まあ、アスレチックスもさ、うん、20連勝するわけやから、はい、はい、じゃない、なんで？いやいや、しますよね。可能性をかけたらいいだけで、はい、要は俺たちそうだけど、ゲームセットと言われるまでは試合捨てちゃいけないっていうのよね、うん、一つね。そうですね。でシーズンもそう、はい、4位まで1ゲーム差、うん、で4位と3位が10ゲーム差、別に追いつけない数字じゃないからね。そうですね、うん、差配するとこでやっぱ佐々木監督が、うん、なんだろう、優しい面が出るよね。うん、だからそういう面ではもうズバッといけんよね。いわゆるなんだベテランとかさ、はいはいはい、今まで打ってきたからとかさ、はい、そういうのは必要ないよね。うん、うん、で何、クロン選手が何、打撃改造するって？改造するって。どうやって？コンパクトな打法にするらしいですけど。コンパクトってどういうことよ？バット短く持つんかね。まあ。スイングに対してコンパクトっていう意味は小さくするのか、うん、そのコンパクトっていう意味が分かんないんだけどね。なるほど。吉彦さんだったらクロン選手どうした方がいいと思います？あ、スタンスを広げるね。あの大きさ取るね。ミスったら、はい、うん、要はバッティングっていうのはタイミング、バランス、パワーなんよね、はい、パワー持ってるよね、はい、だからタイミングが悪いから、うん、ボールに対してコンタクトできないよね、はい、でタイミング、バランスよね、はい、でバランスが取れれば最後パワーが出てくる。この3つよね、はい、タイミング、バランス、パワー、最後にパワーが出るよね、はい、いわゆるタイミングが取れてないから打率が上がってこない、ホームランが打てないだけであって、はい、タイミングが取れてきたらバランスが良くなってきて、クロン選手の持ってるパワーは出せるよね。うん、でそういう面ではコンパクトにしたってタイミングを取るのが一緒やからね。うん、要は本当タイミングですね。タイミング絶対にスタンス広げてタイミングを取りやすくするってことですね。で面白いのはさ、バッティングしててさ、バッティングピッチャーの球を打ってるはずないね。これは山内さんに移ってやれたけど、はい、いやバッティングピッチャーは、はい、打たせるために投げてくれてる、うん、抑えるために投げてないよね、はい、だからタイミングが取りやすいよね、はい、取りやすいように投げてるわけや。そうですね、だからバランスよくてボールも飛ぶよね、うん、山下さんに言われたのは、はい、自己満足だ。あ、なるほど。いい当たりしてるっていう、うん、それは試合には一切役に立たないって言われた。確かに、はい、だからボールはゲージから前に飛ばなくてもいいと。お、練習方法でね、はい、練習方法、いろんな練習方法あるんだけど、うん、タイミングを掴むためにどういう練習をしなきゃいけないかっていうのはあるんだけど、でそこをしないとどんなコンパクト、いわゆるコンパクトにするってことはタイミング取りやすくするっていう意味なんだろうけど、はい、根本的にどういうタイミングを取るかっていうことを追い求めないとずっと一緒よ、はいはい、この間オリンピックでさ、アメリカの選手がさ、バット短く持ってる選手がいたわけや。いました、いました。いたでしょ、はい、ああなるのか。なるほど、うん、でも久保選手の打ち方だったらバット短くも今度バランスが崩れるからね。うん、で見てたら足を上げて、はい、スタンスが狭い分足を上げなきゃいけない、うん、足を上げてる時間長いのさ、うんうんうん、で長い分だけこのタイミングとんどん難しくなるわけ、ね、そういうことですよね。うん、あれが早くゆっくりやっていいけどね、はいはい、早く足を上げといて早くゆっくりっていうタイミングを取り方すると、うん、タイミングが合ってくるんだけど、うんうん、コンパクトにしたってそこのタイミングが合わないけど絶対決壊しないよね。なるほど。だ基本的にはそういうとこを直していくのかどうかの問題なんだけどな。だからティーバッティングでも自分のタイミングでは打ってるんで、う
バランスよくて打てるからバット振れるわけ。ロッテ10年近くコーチやって、二軍監督もやったけど、その時にバットは振れます、はい、スイングもできます、プロ野球選手だよな、はい、いいスイングしてるな、みんな、ボールがないと。要はフリーバッティングもいいスイングしてる、はい、1軍と2軍、1軍で打ってる人たちっていうのは何かっていうと、ピッチャーは打たせ前としてタイミングをいろんなことする、うん、まあ、ソフトバンクのいわゆる和田投手はボールが見えなく、うん、手が見づらいとか、はい、ね、タイミング外しにかかってるわけよね、はい、そこを俺たちはピッチャーに対してタイミングを合わす仕事ない、はいはいはい、全部ピッチャー指導ない。なるほど。でそこに俺たち合わしきるかどうかでいわゆる打率いい悪いに出てくる、うん、で誰でもバット踏んなさいって振ってるわけな、はいはいはい、そこでいわゆるバットスピード、今度タイミング取れてくるとバットスピードと関係してくるんだけど、うん、まあ、クロン選手の場合はそこだよね。うーん、だからそこを直してあげないとダメっていうことなのかな。うーん、だから堂林選手も一つなのよね。堂林選手のこともずっと気にはなってますよね。なってるなってる、スイングができるのさ、はいはい、ボールがなければ、うーん、ティーバッティングもいいバッティングすると思うよ、はいはい、あのフリーバッティングいいバッティングすると思うよ。でも試合入ったら何でってなるわけよ、うん、なるほど。その何かっていうと必ず肩が入りすぎてるとか、はい、そういうタイミングを取る現実はないわけよ、うん、山内さんにやらされたんだけど、はい、打たんでいいってわけよね、うん、ずっと打たんでずっとボール見とけって、うん、でボールをずっと見える、すっげくよくボールが見えるわけ。なるほど。これね、逆算するわけ。ずっとボールを見てると、わー、ボールよく見えるって、はい、打つ動作をしないでいいんだ、はいはいはい。でその時に自分でボールでどこで打ちたいっていうのを探しなさいってわけ。なーボールこう見て、ああこうやってずっとずっと見てると、あ、俺ここで打ちたいなに始まって、はい、そのためにはどこでタイミング飛んだいけないっていう動作に変わるわけ。なるほどなるほど。で見てるとクロム選手も堂林選手もそうなんだけど、自分勝手にタイミング取って自分のタイミングを打とうとしてるわけ。もうこれ罰やけどね、うん、相手指導とピッチャー指導ってことですよね。そうそう、うん、球をどう打つかっていう、はい、そこから始まったタイミングがないと、うん、でタイミングっていうのはその体格だって変わってくるんだけど、はい、足を上げましたとか、うん、それは自分のタイミングないよね、うんうん、でも相手どうしようかっていうことをするわけよね、うん、だからそこがすごい大事であって、うん、タイミングバランスパワーっていう教える方もなぜ悪いのかっていうのをクローン選手でも堂林選手でも言っていかないと堂々巡るよね。田中康介選手もそうだよね、見てて。まあそうですね、外側だけのタイミング、はい、中のインナーマスっていう体幹のタイミングを取ってないんで、うん、体幹の練習はしてるよね、うんうん、でもどう使っていいのか分かんないっていうのが、うまく使われてないってことですね。そう、うん、でバットを立った瞬間体幹を使ってないって中身がないんで外だけでタイミング取ってるから崩されやすいっていうのが起こってるね、うんうん。だから田中康介君も堂林選手もみんなそうなんだけど、うん、そういう面ではクロン選手もなんだけど、基本的にどっからどこで間違ってるかっていうことを、うん、三角形のでかい底辺から直してやると早く治ると思うんだけどね。後半戦に向けて注目選手って吉彦さん、野手の中で言うと、ああ、うん、でも林選手もこれは2軍でもホームラン打ってるし、うんうんうん、そういう面では中村選手もレフト守って練習してるけど ね、 そうですね、中村選手よ注目してますよね、うんうんうん、伸びてきてほしい選手はたくさんいるんだけどね、うん、2軍で正水選手、うんね、大阪桐蔭出身で、うん、まあ、打率も本塁打も、うんね、打点もってやっぱ活躍してますけど、こういう選手上がってきたら面白いんじゃないでしょうか。どう使っていくかよね、そういう面では、はいはい、でも俺は正直言ってさ、堂林選手とか、はい、田中康介選手とかそういうの出てこないとダメと思ってるんで、あ、まあそうそうね、基本的には、まあ、若手は伸びてきてる、すごい、うんうん、言ってたやん、はい、すごい良くなってると。そうですね。でも現実にはそこ分厚くするには、うん、堂林選手とか、はい、田中康介選手が出てこないとあんねん、はいはい、これはそうですね、うん、でクロン選手もそう、うん、でそういう面では俺は治ると思って見てるんだけど、はい、どう治していくかが問題である。なるほど、うん、ピッチャー陣は後半この人頑張ってっていう大皿選手よね、やっぱりね、まあ、まあそうですね、うん、大皿選手が勝ち頭に上がってこないと本当そうだね。もう今森下選手がもうメイン占めてる形だからね。でも森下選手、栗選手って感じですよね、うん、でピッチャーの場合はこれ本職じゃないんで、はい、そういう面でピッチャーはどう直していいかっていうのはあるだろうから、うんうん、でも言ったように、うん、タイミング、バランス、
最終的にはバッターと一緒でタイミング、バランス、いわゆる腕の振りになるんだろうから、はい、そこなんだろうね。あとはどう選手を使っていくかよね。いや本当そうですね、うん、いい選手はたくさんいるんですけどね、うん、絶対間違わないことだよね。そうですね、いわゆる幕引きは、うん、そうですね、で何があっても連投だろう何だろう栗林選手投げさせたらいいだけであって、うん、そうですね、うん、毎試合投げるわけじゃないからね絶対に、まあ、まあ確かに毎試合投げたら 20連勝になるんで余裕の20連勝になるんでいつも言うけどどう組み立てエンドランでもそうだけど、はい、どう足を絡めてって、うん、いう選手はいるからね、うん、いますね。いや、そういう走塁のやっぱし打球判断とかそういうのを徹底してよくしてほしいと思うよね、はい、うん、後半戦カープはじゃあどこまで来るという予想ですか。いやまだ優勝は諦めてないからね。もちろん、まず3位に通りかく滑り込むことですよね。いや、3位に食い込んでったらもう、はい、でも上は見えてくるからね。見えてきますよね。そう、うん、数字に左右されんこと、10ゲームだろうが20ゲームだろうが左右されんこと、自分たちが野球をするってことよね、うん、今自分たちがこのベストの野球はこうだと、うん、いう野球をしとけば、ウサギとカメじゃないけどね、はいはい、足元見てそうやって野球やっとけば上は見えてくるからね、うん、そういう意味では俺期待してるんだけどね。そうですね、うん、期待して要は監督と、はい、いわゆる川田コーチ、そういうコーチ、はい、後半戦その手腕やね、はい、手腕ですね、うん、切るとこは切る、うん、それしかないですよね。ないね。ない。野球の原点に立って野球はこういう戦術があるってことを分かんなきゃいけないし、作戦と戦術ってことですよね、うんうん、まあ、その選手の調子良さ、ね、全部選ばなきゃいけないからね、はい、相手ピッチャーの調子良さ、はい、こういう選手、そういうのは全部情報が入ってるはずだから、はい、それを踏まえて作戦は立てられるからね、うんうん、いや楽しむよ俺は、うん、座って見てるけど。そうですね。でも俺は堂林選手と、はい、田中康介選手が出てこないといけないと思ってるな。なるほど。そう熱くなってるんで、うん、でも本当の大見きはこの2人が頑張ってくれないと、はい、この2人が頑張ってくるとすっげえ面白くなると思うな。あ、そうですね、うんうん、もうこの選手はね、もうオリンピックもの金メダル級だからね今ね。そうですね。坂倉選手もそうやろ、うん、そういう面では、はい、そうなの。石川選手、うんうん、ただ打率は西川選手ちょっと低いけどね、うんうん、やっぱ2割8分ぐらい打っとかないとですね、打っとかなあかんね、はい、うん、そうすると、はい、長野選手も生きてくるし、うん、中村選手も生きてくるだろうし、うん、幅が広くなるからね。はい、そうですね、うん、そうするとめっちゃ面白いチームになるね。なりますね、うん、なんかワクワクはするんですよ、吉彦さんの話聞いたら、うん、阪神まず3連戦ですね。ヤジ飛ばしに行くかな、じゃあ温かいヤジを。そうですね、うん、まあそんな流れでほんまね期待してるね後半戦は。そうですね、仕切り直しで、はい、前半戦は全部捨てて、うん、捨てるってより忘れて、忘れてですね、後半戦どれだけいけるか、はい、そうですね、うん、と思う。楽しみにしております、はい、楽しみにしてます。頑張ってください。イエイ、頑張れカップ、うん、どうもありがとうございました。はい、吉野さん、はい、この T シャツ、はい、夏バージョンで作りましたが、はい、瞬間で完売しまして、はい、本当皆さんのおかげでですね、でもありがたいなと。ただ、うん、追加販売お願いしますっていう声が多いんですよ、はい、で、やっぱり赤をと、吉野さん、そう、この T シャツを急遽、はい、作成したいと思います。まだ50枚今度は本当今週前瞬間なんですよ。はい、吉野さん何枚いきますか。いやいや、100枚、ね、はい、次はですね100枚限定でまた作りたいと思います。どんどん限定じゃなくなってくるよはなくなってきてますね。今度本当に100枚限定、100枚限定、はい、はい、っていう形でですね、うん、背中にあのそれと同様2万が入りますんで、はい、で、サインしていただきたい方は約50枚にしよう。まあ行ってきましょうよ、男が一回行ったんだから。俺がサインするやろ。そうですよ、頑張りましょう。はい、うん、ということで、はい、100枚限定で、はい、この赤を、はい、赤を、はい、吉彦から赤を、はい、サイン入りですやりたいと思います。はい、はい、ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これはミントカラー、これは赤、はい、ミントカラーは終わりましたんで、はい、そうだ赤です。ということで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、よろぴこ。